シットコーベイはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の32番艦。シットコーベイは1943年11月23日にワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年2月19日にキャサリン・ムリニクス夫人によって浸水し、1944年3月28日にオレゴン州アストリアで、 ロバート G. ロックハート艦長の指揮下収益する。西海岸沿岸での短期間の完熟訓練を終えた。シットコーベイは4月28日にアラメダに到着。貨物と便乗車を乗せ4月30日にアラメダを出港して真珠湾に向かった。シットコーベイはしばらくの間、最前線と広報基地との間を往復して航空機。 パイロット及び航空関係者を輸送する任務を繰り返した。はじめのうちは、新自湾とカリフォルニアの間、1944年後半に、入ると新自湾とマジュロ、マヌス島との間を往復。一連の任務で輸送された航空機は、第3艦隊及び第7艦隊に補給された。1945年1月、シットコーベイの行動範囲から、 南太平洋方面が削除され、以降は、第三艦隊に対する補給に専念した。主たる、気候地として、グアムアプラ港、ロイ・コール・ナムル島、エニウェトク干渉、ウルシー干渉が追加された。1945年前半における、シット港米の重要任務は、ルソン島の戦い、イオウ島の戦い及び、沖縄戦に対する全般支援であった。 シットコーベイの艦冷の中で唯一の戦闘行為は4月7日に行われた。この日、シットコーベイは第31海兵航空軍の航空機を輸送中であった。15時28分、1機の銀河が空母軍に向けて突入してきた。シットコーベイは対空砲火を打ち上げ、また上空にあったブレトン所属の F4 にユーコルセアが迎撃して銀河を撃退した。 翌日、シットコーベイは補給機受け取りのため、グアム経由で真珠湾に向かった。8月15日に日本が降伏して戦争が終わった時、シットコーベイは第38任務部隊指揮下の補給部隊である第30.8任務軍に加わっていた。8月25日から9月5日まで本州沖で行動し、 9月10日にエニウェトク干渉に寄港後、翌日グアムに向かった。その後、サマール島、沖縄と寄港して10月18日に、新珠湾に寄港し、10月26日にサンディエゴに到着した。中部太平洋への一航海の後、シット港米は1946年11月30日にブレマートンで退役した。シットー 米艦上の F-84 サンダージェット1950年6月25日、朝鮮戦争勃発。その1ヶ月後の7月29日、シットコーベイは CW ロード艦長の指揮火災収益を果たした。シットコーベイは海上輸送司令部に配属され、以後約4年間にわたって、西海岸と日本との間を往復して、朝鮮半島の国連軍を支援した。 朝鮮戦争でのシットベイの主な寄港地はサンディエゴ、真珠湾、横須賀海軍施設、横浜港であった。それに加え、シットベイは日本を拠点とする3度の輸送任務も行った。1951年3月にはサイゴンでフランス軍に海8回ベアキャットを提供し、ついでマニラに寄港。カリフォルニアに戻る前の9月には、 不残港におき港した。1952年5月、シットコーベ米は通常の輸送任務に戻り、横須賀とサンフランシスコ間を往復した。シットコーベ米は朝鮮戦争休戦後の1954年7月27日に、再び退役し、太平洋予備役艦隊に編入の上サンフランシスコで経留された。 1955年6月12日に K-86 に監種変更され、1958年3月には、K 流行がサンフランシスコからサンディエゴに変更となった。1960年4月1日、シット工米は悪譜 -86 に再分類された上で除籍となり、同年8月30日にニューヨークのアイゼンバーグ社にスクラップとして売却された。 シットコウベイは第二次世界大戦の先行で三つの従軍聖章よび朝鮮戦争の先行で一個の従軍聖章を受章した。ありがとうございます。